こんにちは、直樹です。今日もね、積み木のためのエルデンリングやっていこうと思います。今日はね、アステールの薄場っていうのを取りに行こうと思うんだけど、ちょっと私心の地図持ってなくてね。で、ここのね、その取り方についてはもう今ダッシュしてしまうので、ここ馬使えないので、でもちろん敵は出てくるんだけども、もう駆逐してあります。で、もちろんね、普通の敵は祝福っていうかね、に戻ったら戻って休めば復活してるんだけども、ここにアステールの劣化版みたいのが出てくるので、それについての動画はね、このインセル川を歩く動画で倒し方多分お話ししてると思うので、まあ倒していただくと。で、まあ、ここもね、重複して説明することになるんだけども、アリが上から2体いるので、それも見える範囲でね、いるので、それも倒せるんだったら倒していただく。まあ、私はいつも動画を作るためにね、検証とかしてるので、毎回毎回倒してはいるので。でここにね、2匹 の, 空飛ぶアリニコと軍隊アリみたいな硬いやつだね、そいつがいるので倒していただいて、ここにも2体ね、なんか結晶人みたいなやつが出てくるので、でそしたらはここもね、そのアステールの劣化版みたいのが出てくるので、これの倒し方もね、以前動画にはしてるので、まあ参考にしていただくと。でそうしないとどうなるかっていうと、普通に攻撃食らっちゃうんでね、当たり前の話、うん、なので、攻撃を食らわないようにしてもらうというのが大前提になります。でここをポイ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 と歩いていただくと、はい、見えましたねっていうことで、ここを降りていただいて、ほい、でここでゲーツ、はいと。